さあ直線に入りました。ここの直線は短い。残り 200m、 先頭は光ルーファス。 M.I. ブラン必死に追いすがります。 M.I. ブラン迫る。外から一気に M.I. ブラン、光ルーファス大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってマーベラスサンデー2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はサウンドバリア、懸命に追いすがります。あと 200m、 マーベラスサンデー先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はグリーンアスター、完璧です。圧倒的な強さを見せました。マーベラスサンデー1着、2着はグリーンアスター。マーベラスサンデー見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はオートリウェザー、オートリウェザー先頭。2番手はアグネスハンド、懸命に追いすがります。アリゾナ太陽いっぱいになった。残り 200m、 オートリウェザー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。プレミアムリーフ先頭、アリゾナ太陽追いすがります。プレミアムリーフ、プレミアムリーフ1着、2着にはどうやらアリゾナ太陽。プレミアムリーフ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のナイスシャワー。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは桜将軍。綺麗なスタートを切りました。1番桜将軍行きました。セレクトラン、これに続きますデュークコロネット、そのうちに続いています。その隣にフローラルドリーム、その横にラシアンアップル、内からはムッシュシェクル。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは桜将軍、その外にナイスシャワー、デュークコロネット、そのうちに続いています。内からはセレクトラン、並んで16番フローラルドリーム、緑の帽子ラシアンアップル、その後ろ成田ブライアン。いい位置です。すぐ後ろにマチカネホース、緑の帽子目白花車、その後ろすぐ隣にマチカネタンホイザー。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。もう一度先頭から見ていきましょう。デュークコロネット先手を取りました。その後ろからは桜将軍、ピンクの帽子ナイスシャワー、その後ろすぐ隣にセレクトラン、その横にフローラルドリームラシアンアップル。この馬もこのグループ、黒の帽子成田ブライアン、いい位置につけました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の成田ブライアン、現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭からデュークコロネット先手を取りました。すぐ後ろに桜将軍、その外からセレクトラン、その外にフローラルドリーム、ピンクの帽子ナイスシャワー、その後ろすぐ隣にムッシュシェクル、その外からラシアンアップル、黒の帽子成田ブライアン、いい位置につけました。その隣にマチカネホース、その外にマチカネタンホイザー、目白花車、そのうちに続いています。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。前はデュークコロネット、桜将軍、ほとんど差がありません。ナイスシャワー、3番手成田ブライアン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。ここで先頭変わりました。先頭はナイスシャワー、ナイスシャワー先頭、2番手はナイスシャワー。残り 200m、 先頭は成田ブライアン、ナイスシャワー抜けた。成田ブライアン追いすがります。ナイスシャワー先頭だ、ナイスシャワー、ナイスシャワー1着。2着にはどうやら成田ブライアン、見事に勝ちました。ナイスシャワー、成田ブライアン2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。